はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、2020年5月16日から22日今週1週間の最新情報をお届けしたいと思います。まず、Steam 4月の売上が発表されました。はい、バイオハザードリメイク3も当然ランクインしています。はい、Steam で2020年4月の売上トップ、20タイトルが発表されましたと。これは発売から2週間の集計で算定したリストで、発売日の順に掲載されている。また無料プレイタイトルのトップ5も発表されており、こちらはゲームを遊んだユニークアカウント数を計測したとのことということで、はい、100% 正確ではないですが、売上トップ20が発表された。見ていきましょう。エンドゾーン、おー、このストラテジーゲーム、ドイツ開発のストラテジーゲームが入っているのか。なるほど。で、リメイク3ですね。はい、あ、76も入ってますね。このあたりの自分、あれだな、あんまりわからないですね。これミリタリー系の、あ、サバゲーか、サバゲーでしたね。デッドサイド。はい。こんな感じのラインナップになっております。ドラゴンメイクド4です。はい、これ日本の開発者ですが、ラインナップされてますね。あ、112、911の、次の、バージョンというか最新作ですね。オペレーター、あー、クラウドパンク、あ、イラタス、はい、これは週刊スチーム通信の新作で取り上げましたよね。はい、MotoGP 海外では人気があるタイトルです。あ、そして日本から聖剣伝説3トライアルズオブマナ、はい、ラインナップされてます。ギアーズタクティクス、このあたりはもうトリプル A タイトルなのでラインナップされてますね。で、久しぶりに出たベアナックルですね。これストリートオブレイジ4っていうんだ。ベアナックル4ですよね。はい、でトレインシミュレーター的なものも出てますね。で、無料ゲームもね、最近すごくたくさん出ていて、あ、こんな WGT ゴルフ、あ、そうそうそう、ゴルフゲームこれやってみたかったんだよな。無料ゲーム来てますし、はい、サムサラルームということでラスティレイクを配信しているデベロッパーがなんか初期作になるのかな、これを無料ね公開したんですよね。あ、オランダなんだ。はい、こんな感じで、無料、そして4月のリリース、発表されました。皆さんが持っておられるのも1つか2つあるんじゃないでしょうか。はい、この中からぜひ、面白そうなゲームを探してみてください。まあ、これね、毎月やってるんでまた、取り上げたいなと思いますけど、はい、2020年4月のトップリリースでした。はい、そして、PUBG にランクマッチが実装されたんですよね。っていうか今までなかったんだっていう印象を受けましたが、はい、PUBG にランクマッチが実装、アップデート 7.2 なんだもん。実装されたランクマッチではレッドゾーンや、モーターグライダーが存在せず、アイテムスポーン率増加など独自のゲームルールが設定されていると。で、ランクはブロンズからマスターまでの6つに分かれており、その中でさらに、ステージ、あー、ディビジョンが存在すると。はい、シーズン中に到達した最高ランクに応じ、シーズン終了時にネームプレートやエンブレム、スキンなどの限定アイテムが報酬として獲得可能ということで、そのスキンを身につければ、あー、この人ランク高い人だなと一発で分かるとなっていますね。はい、ランクマッチが実装されることで本当、目標ができますよね。はい、ただ単にプレイするだけじゃなくて、目標を持ってプレイすることができるということで、また、利用者が増えるかもしれませんね。めちゃくちゃもうこれ2017年12月21日に早期アクセスを抜けてからもう3年以上か、あ、3年近くかもう経つのか、早期アクセスから入れるともう5年ぐらい経つのかな、そこまで経たないか、4年ぐらいか。はい、自分もかつてねプレイしていましたが、最近ちょっと音沙汰ありませんが、ピーク時にはね325万の同時アクセスがありましたし、今でもね52万の人が、アクセスしているという、もうバトロア界の巨匠というか、バトロアを広めたタイトルですけど、はい、ランクマッチにも挑戦してみてください。そして E3 だったかな、パックスイーストだったかな、で紹介されてから、
音沙汰がなかったこのシリアスサム最新作なんですが、ようやく発売日が2020年夏に決定したというニュースです。シリアスサムシリーズは大量のモンスターをなぎ倒していくシューティング作品。新たに公開されたシリアスサム4のトレーラーではシリーズの要素を受け継ぎつつ自然豊かな、野原で銃をぶっ放す豪快な様子、これですね、はい、が、確認できると。言語は現時点で英語のみの対応を予定となっているが、架橋ゲームズと協力し日本語化に向けたプロジェクトも進行しているということで、デボルバーデジタルの、ツイッターでは進行中ですということもツイートされてますよね。はい、架橋ゲームズということで、もう安心のローカライズ、クオリティの高いローカライズを期待できるんじゃないかなと思います。でこれが予約購入が始まってまして、4100円とそんなに高くない値段、まあシリアスサムシリーズって結構あのセールされるとバカ安値段で格安値段で、こうリリースされるので、リリースというか配信されるので、はい、過去作も遊んでみるといいかもしれませんね。はい、そして、ちょっと、ここらでコロナの影響で発売日が延期されたゲームをまとめてみました。まずソードアートオンラインアリシゼーションリゴリスですね。はい、これが、もう本当だったらすでに発売されてるんですが7月10日に延期されましたね。はい、新型コロナウイルスの影響を受けて、開発遅延が避けられない、はい、7月14日に、登場する。そして今予約購入が始まっていて7590円で、はい、予約できます。予約特典もあるんでね、なんかいろいろここに書いてありますよね。あ、予約特典書いて ありますね。はい、なんか様々な特典があるので予約してみてください。あ、システム要件載せたかな、載せてないか載せてないな、載せてほしい。どうなんだろうな、これ多分めちゃくちゃスペック高いだろうな、要求スペック。はい、自分はちょっと難しいかもしれんな、わからんけど1660タイタンでは無理かな。はい、フェアリーテールも7月30日に、延期されました。コロナウイルス拡大による開発及び製造スケジュールの影響のためということですね。はい、こういうね、まあ、マガジンキャラですけど、ジャンプではないですけど、こういうキャラものが普通におまくりなしでリリースされるっていうのもね、珍しいですが、はい。このゲームはまだ予約購入は始まってないですかね。はい、チェックしてみてください。そして、カーバルスペースプログラム2も、まあ、もともと2021年だったんですけど、リリースが2021年秋に延期になりました。はい、コロナウイルスの影響により、まあ、本作のクオリティを最高のものにするためにより多くの時間を必要とすることを延期の理由としているということで、まあ、これもね、物理計算が結構しっかりしている宇宙船開発シミュレーションとして1もかなり人気がありましたので、2もね結構人気出ると思うんですが、はい、残念ながらしばらく先に延期になりました。インターフェースね、日本語字幕ありますので、はい、ウィッシュリストに入れておくといいんじゃないかなと思います。はい、そして、次のニュースですが、はい、ですね、ゲームマガジンというインディーゲームを、メディア展開しているサイトがあるんですけども、そこのサイトが新作を続々 Steam 配信させているというニュースなんですが、まずアルネの事件簿という、ゲームです。はい、超常現象が起きる世界で人外が容疑者になる事件を解決する本格推理アドベンチャーが登場と。問題編で登場した手がかりを駆使して謎めいた事件を解決。論理パズルや、探偵小説が好きな人にはぜひ挑戦してみようということで、自分好きなんでね、挑戦したいですね。はい、ウィッシュリストに入れておこう。はい、そして、つぐの日というゲーム、これは同人系で、まあ、マガジンに掲載もちろんされてるんですけど、知ってる方も多いんじゃないでしょうかね。はい、ジャパニーズホラーゲームでも屈指の恐怖を誇る名作とありますが、はい、つぐの日シリーズ7本を収録していると。あ、これ見たことあるわ。はい、繰り返される恐怖に
やがて左矢印を押すあなたの指は震え出す。ああ、左矢印ね。こっちに行くんですね。右から左に。日常が徐々に不穏に包まれていく恐怖への変化をお楽しみくださいということで。これ、ジャンルはどうなるんだ？アクションアドベンチャーのタグが付けられているな。なるほど。ビジュアルノベル系ではないんですね。インターフェース、字幕、日本語あります。おー。あ、書いてありますね、ニュースにね。ストアページ公開と。で、これから、マガジン系のゲームもリリースされるのかなということで、ぜひ、チェックしてみてください。はい、あ、まだありました。ごめんなさい。飛躍のノエルの、ダウンロードコンテンツも、マガジンからですね。これはプレイズムパリブリッシャーセールで、今、セールはされて、あ、これは新作などでされてないのか。はい。20日にリリースされたばかりですけども、リリースしてますし、この殺戮の天使の続編になるのか、スピンオフになるのか、ゲームもこれ21日に配信されたんですけど、ゲームマガジン発祥のゲームですね。はい。このゲームが、21日か、リリースされたばっかりなんですが、はい。購入すると720円と。で、その2つを合わせたバンドル全部入りが 40% の2308円になっていて、こちらはね、今、プレイズムセールで安くなっている感じですかね。はい、ぜひ購入を検討してみてください。ってな感じで、割とそのゲームマガジン発祥のゲームがどんどん Steam リリースされているので、今後も楽しみにしたいと思いますね、今後の展開も。はい、ゲームマガジンという、パブリッシャークリックしていただくと、はい、すべて一覧で見ることができるので、これから期待したいと思います。貼っておこうか。貼っておきますね。はい。こういうね、日本のね、デベロッパー、パブリッシャーがどんどん配信してくれるっていうのは嬉しいですよね。何せ、DMM ゲームズがね、ちゃんと Steam 展開してくれてる、自社で抱え込むのではなくて Steam 展開してくれてるっていうのは本当嬉しいですよね。はい、そういうこう日本のプレイズムもそうですし、パブリッシャーがどんどん日本人が開発したゲームを送り出してくれるっていうのは日本人として誇らしげというかいいですね。はい、そういう意味では、東方系本家が過去作をまたリリースしてくれるというニュースです。これもありがたいですよね。東宝っていうのは日本人が生み出した文化でもあるので、まあ、最近 Steam でもね、東宝系ってめちゃくちゃ出てますけども、まあ、なんといってもやっぱり上海アリス弦楽団ズンさんの作品がね、もうバンと中心に来ている、その中心にあるので流行っているっていうのもあるんで、その本家が過去作をリリースしてくれますね。風神録、地霊伝、そして、精錬戦かな、精錬戦、はい、この3作10段から12段がスチームへついに登場するということで、もう残り4作品のみを残して、はい、全てリリースされてるんですよね。でさっき言ったように、この開発元上海アリス弦楽団をクリックしていただくと、はい、こんな感じで、過去作の中に、はい、3つ、6月6日に登場するということが分かります。でね、すごい値段が抑えられていて、まあ、1500円ぐらいで購入することができますし、さすがの、東方系ですね、評価もめちゃくちゃ高いんですよね。いずれもそのバッド評価がないというか、賛否両論以下がないっていうことはかなり嬉しいことですけども、はい、注目したいと思いますし、はい、Steam で二次作品も含めた東方系を検索したい場合、東方と入力するとほとんど出てきます。はい、それはタイトルに東方っていうのを入れてるからなんですけど、そこで評価の高い順とかしても、はい、本家がもう上位に来てますし、この間動画撮りましたけど、ミッドウィークセール、ピックアップということで、まあ、その中で、プレイズムの一番評価の高い、ゲームとして1位になっているのがこの東方系の、横スクロールアクションですよね。はい、なんで、東方とぜひ検索してみてください。そして、推理アドベンチャー系として、なんか面白そうなゲームが入ってきました。なんかね、このゲーム
リツイートしたらすぐに自分のツイッターアカウントをフォローしてくださいましたけどね、開発者の方が。はい、2020年夏、公開されるマダラメ京介という、マダラメ京介って聞いたことあるんだよな、多分マダラメって読むと思うんですけどね、あの推理作家でマダラメさんって言いますよね、はい、多分マダラメって呼ぶと思うんですけどね。ライアートリックは表情を分析して相手の感情を見破る心理学ミステリーアドベンチャーである、主人公のマダラメ京介はとある事情から相手の表情を見破り、その感情が嘘か真実か判別できる能力を持ったと、姉のマダラメ陽子と2人でマダラメ感情整理研究所を運営しており、能力を生かし警察への捜査協力や民間からの調査依頼を請け負っていると。本作は6月9日から開発されるスチームゲームフェスティバルサマーエディションに参加し、最初の事件が遊べるデモ版を配布予定。もうこれは自分も体験版またちょっとレポートしたいなと思ってるんですけどね、これ面白そうですよね。あの自分ね、やっぱり警察を動かしてで、警察がプレイアブルキャラで事件を解決 していくゲームよりも、探偵とかその警察以外の人がその警察まがいのことをするって言ったらちょっと表現悪いですけど、そういうゲーム好きなんですよね。例えば逆転裁判もそうですよね。警察と協力して弁護士が事件を解決するじゃないですか。で、神宮寺三郎もそうですよね。警察と協力して探偵が事件を解決する。あくまでもそっちが、プレイアブルキャラとなって事件を解決するゲームって好きなので、はい、これもなんか面白そうですよね。相手の表情とかを見破って、嘘真実を判定できる能力を持っていると、もうなんかコンセプトが素晴らしいというか、はい、楽しみなタイトルです。はい、皆さんもチェックしてみてください。で、今週配信された主なゲームめちゃくちゃたくさんあるんですよ、またこれが。はい、順番に16日からね、紹介していきたいと思いますが、まずリットベンドザライトというゲームが、リリースされましたね。はい、もうこれは非常に好評と評価が集まっている有名な、ゲームですが、はい、パズルゲームですが、なんかねこの、ゲームスパークさんの、サイトで開発者の言葉なんかが、インタビューなんかがあったので、ぜひここのねリンク、この出展のところのリンクをクリックしていただきたいと思いますが、本作は光を屈折させて解いていくパズルゲーム。シンプルなルールと美しいグラフィック&音楽が特徴。どのパズルも、解放は一つだけでなく様々な解き方を探すことが可能となっていると、記事執筆時点では日本語未対応ということで、有志翻訳は大歓迎です。私たちのゲームにはほとんどテキストがありませんので、おそらく数時間しかかからないでしょう。もしご協力いただけるようでしたら、書き宛にメールでご連絡くださいということで、ローカライズを募集してたんですよね。はい、有志の日本語化興味のある方、まあ、数時間ほとんどテキストがないということなので、ぜひ日本語訳挑戦してみてください。そして同じく16日ですが、世紀の鬼神というものかな、ユニティユニオンズというゲームがリリースされました。同サークルが制作する世紀の鬼神シリーズの最新作。小さな音もミニオンを引き連れ敵の大群を蹴散らしていく爽快なサードパーソンシューターとなっていると。ショットを放つための杖は全32種類、そんなあるんだ。同じステージでも違ったアプローチを楽しむことが可能となっていますね。すごい二次元キャラもののアクションゲーム、 3D アクションゲームとしてかなり完成度が高いですね。さすがね、世紀の鬼神シリーズと言ってるだけあって、シリーズを重ねるごとに多分クオリティが高いでしょうね。うわー、なんかすごくこう画面のこの色の使い方とか、この感じね、エフェクトの感じとか、ほんと和芸だなっていう感じしますよね。はい、日本語インターフェース字幕あります。2000円で購入することができるということで、かなりリーズナブルな値段で抑えられていると思うんで、ぜひ購入を検討してみてください。はい、そして、少女シティというゲームがリリースされましたね。これも16日か。
はい、本作は現代日本の東京舞台に学校で勉学に励んだり、アルバイトに精を出したり、オタクカルチャーに触れたりと、何をするにも自由なライフシミュレーション。プレイヤーは都内で一人暮らしをする一人の少女となり、好みの女の子とイチャイチャすることが目標となりますということで、これもね非常に好評で、これがリリースされた時、今でもそうかな、あの売上トップに来てたんですよね。日本の売上トップじゃないか、売上トップ10ぐらいに来てましたね。はい、恋愛シミュレーションのタグがつけられています。はい、これがですね、もちろん日本語対応ですが、1010円で購入できると。これもそんなに高くない値段ですよね。はい、ぜひ購入を検討してみてください。はい、そしてこれ懐かしのタイトル、知る人ぞ知るね、企業の宣伝のために作られたゲームがめちゃくちゃ流行ってしまった、結果的にバンバン剤みたいなねゲームですが、はい、チェックスクエストっていうのかな、は、Doom エンジンで構築された非暴力の FPS。 惑星バゾイクの市民を解放するために、邪悪な、フレモディスかなと戦い、彼らを元の次元へと繰り返しますと。シリアル職員の宣伝目的で小規模なチームによって開発された無料ゲームにもかかわらず完成度が高く、アングリービデオゲームニードかなネードかで、良作認定されたことでも知られていますということで、非常に好評の評価がつけられています。はい、あ、2人のフレンドがチェックしてますね。はい、無料で、できるのでぜひチェックしてみてください。そして、リックジアス作品から2作品リリースされてますね。後で説明しますが、はい、19日リリースされたのは花札恋恋ですね。この2作品ね、あの開発者の方がスチームゲームキーを送ってくださって、自分もプレイしようかなと思ってますが、はい、開発者の方ありがとうございます。ズーコーポレーションさんから届きました、ありがとうございます。はい、リックジアース花札恋恋はズーの育成型戦略シミュレーション。リックジアースのキャラクターが対戦相手となって、あ、陸自っていうことかな、陸上自衛隊ってことか。はい、花札ゲーム、リックジアースの陸上、あ、書いてあるわ自衛隊の駐屯地や兵器を擬人化した、リクムス、敵キャラのマグマ軍などと花札のスタンダードな遊び方であるコイコイを楽しめる。もうなんかコイコイって言われたらサマーウォーズを思い出すね。コイコイと言われてサマーウォーズを思い出す世代って一定以上いるんじゃないでしょうかね。コイコイでね、あの仮想アバターを倒すシーンとかありましたよね。自分ね、コイコイのルール知らないんですよね。イノシカチョウとかそういうことですよね。なんかこの赤タン青タンとかイノシカチョウとか、そういう役を揃えるやつですよね。はい、このゲームが、日本語対応の、5月26日まで 20% オフの478円で購入できるということなので、ぜひ、チャレンジしてみてください。そしてですね、ウィッチャーのカードゲームグエント、これはもうかつてかねてからね、もちろんあの GOG でもリリースされていましたし、はい、満を持してというか PVP カードバトルとして Steam に登場して、結構やっぱり6600人ぐらいが遊んでる、もう人気の無料カードゲームになってますよね。はい、ウィッチャー3ワイルドハント、ワールドって言いましたよね自分今。ワイルドハント内でも登場したミニゲームのスタンダードン版で、ウィッチャーの世界が題材になっているカードゲーム。プレイヤーは勢力を選んでデッキを構築し、他のプレイヤーと競い合える。シンプルながら戦略性の高い奥深いルールとやりごたえのあるさまざまなチャレンジ、戦闘時の派手な演出などが特徴の作品ということで、結構ね初心者向きにも作られているウィッチャーの世界観が味わえるカードゲームで、日本人にも割と好評なんですよね。はい、日本語対応しています、無料でプレイできます。はい、そして、最強のシューティングゲームがまたまた新作が出たんですよね。はい、シティコネクションパブリッシングですけども、1993年にリリースされた戦国エースを移植したもので、戦国時代がモチーフとなっており、グライダーに乗った女忍者や、鳥居型の服用機っていうのかな、乗った巫女などが、邪教集団、神羅教の妖怪や巨大兵器と戦っていくと。もうなんか面白い、今漢字でなんか写経がなんか
玉になってたな今。和風シューティングということで、自分はひょっとしたらゲーセンで遊んでいるかもしれない、そういう世代ですが、インターフェース、日本があります。5月28日までね、なんと1000円を切る890円で購入することができるということで、ね、1993年にアーケードで登場したって書いてあるでしょ。まあ遊んでるでしょうね。ちょっと記憶にないですけど遊んでると思いますよ。はい、遊んでると思い出す、思いますよって言われた、言われてもね言われてもっていうところですけど、はい。そして20日ミニマルムーブというゲームがリリースされました。はい、最大2人で協力していくパズルを解いていく新感覚3次元協力型パズルゲームと、体は大きくちょっとのんびり屋の、回転と、クールで、頭脳派の移動という2人の宇宙、あ、これ名前だったんだ、宇宙捜査官がミステリアスで不思議な惑星の真実を知るためにパズルを解いていくということで、はい、リリースされましたね。はい、これなんかどっかのショーで出展されてたんじゃないかな。はい、自分の記憶が確かなら、はい、インターフェース字幕日本語あります。1220円で購入することができるので、購入を検討してみてください。はい、まだ購入、評価集まってないんですけど、レビューないんですけど、すごく完成度の高いパズルゲームだと思うので、リモートプレイトギャザー案件だと思うので、ぜひプレイしてみてください。はい、そしてカーニバル、これは何て読もうかな、はい、ちょっと飛ばしましょう。本作は、旅行者たちを、買っていた肉で料理して、人食い神風鳥部に捧げるアクションゲーム、プレイヤーはお腹を空かせた風鳥部に食べられる前に美味しい果物や野菜を見つけてみじん切りにして焼いた新鮮な観光客と組み合わせ、風鳥部が喜びそうな美味しい料理を仕上げなければならない。漫画風の暴力を楽しみながら風鳥部が、要求する悪魔的な料理を作ろう。風鳥部でなんかすごいインパクトのある名前ですね。なんかね、寝る前にまた思い出しそうな風鳥部ね、はい、賛否両論と評価が集まっている感じですかね。はい、インターフェース字幕日本語あります。オープンクリティック66か、まあまあですね。はい、5月28日に終了しますが、 25% の990円で、風鳥部、購入することができますね。風鳥部を購入っておかしいですけど、はい、ぜひチェックしてみてください。そして20日、ウムランギジェネレーションというゲームがリリースされました。はい、好評の評価がつけられていますが、これもね、なんか面白そうなんですよ。カメラを片手に世界を切り取る近未来写真撮影ゲーム。主人公は、タウランガ運搬の配達人として、撮った写真を配達し仲間と共に過ごしてきた人物で、プレイヤーは危機が迫る、タウランガにて配達人として過ごしながら、さまざまな情景をレンズに収めて報酬を稼いでいくということで、多分ね、撮影ミッションがあって、結構ね、今撮影ミッションって言われてあれ思い出したわ。イエーガー鹿と海、あのハンターのあのクソ難しい鹿、湖をバックに鹿を撮影しないといけない、あれをなんかすごい思い出した。なんかよくわからんけど思い出したわ。撮影って言われてパッと今頭に浮かんだわ。はい、全然違うと思いますが、はい、このウムランギジェネレーションは、今ね、プレイズムの、ゲームがフューチャーされてますが、9周年でね、はい、その作品となっております。日本語インターフェースに、あります。1520円で購入することができます。こういうゲームをよく考えるよなね、雰囲気のあるゲームですよね。はい、そしてマフィアトリロジーが、リリースされるということ、先週言ってたのかな、先週の週刊新聞通信で言ってたと思いますが、はい、コンプリートエディション、やっぱりマフィア2、マフィア1はリメイク作品だったんかいっていうオチがありますよね。はい、
すでにマフィア2をお持ちの方はコンプリートエディションを無料で、買えますよと、あ、提供できますよということですね。はい、マフィアシリーズは全世界で1800万本もの売り上げを記録。この度最新ゲーム機において大人気のクライムアクションアドベンチャー3部作すべてが一つの、完全版として発売が8月28日に決定したということで、それ先行してこの単体作品、マフィア2コンプリートエディションがリリースされたということですね。はい、まあ、あれです、グラセフオート5に結構いいストーリーを足したゲーム、まあハードボイルド的な、こっちの方が真面目に悪いことをするっていう感じですけどもね。はい、グラセフオートは結構お遊び部分が多いですよね、オープンワールドの世界で。こっちはなんかストーリーがしっかりしている、まあと言ってしまうとグランドセフトオートしっかりしてないんかいって なりますけど、まあそっち系の、ゲームですね。マフィアっていう、あのタイトルが示すように。で、ピーク5500人が、プレイしていて、オープンクリティック70と悪くない、インターフェース字幕日本語ある3300円で購入できる。あ、ここに書いてありますね、コンプリートエディションを購入すると原作のマフィア2も無料で受け取れますと、はい、なってます。そして、これあの Steam のトップページにね、あの大きな、宣伝でありましたよね。はい、ゴルフイズユアフレンズというゲームが、正式ローンチかな、迎えたのかな、はい、あ、正式リリースですね、迎えましたね。はい、このゲームどういうゲームかというと、本作はプレイヤーが自身がボールの視点となるゴルフゲーム、砂漠やミュージックアムなどのコースに様々なギミックが待ち受けており、ボールがコースの外へ飛び出ることも珍しくないと。ソロプレイのほか最大12人同時のマルチプレイ対戦にも対応しており、全員がリアルタイムにプレイしながらコースを攻略できるということですね。うん、これあれかな、あ、まあまあ、でもボールが主人公ですけどね、ユナイト、なんだったっけね、パーティーゲームがあるんですけど、ユナイトなんだったっけな、ちょっとど忘れしたな。はい、そこでもね、あのミニゴルフ楽しむことができて、結構ボールをカスタマイズすることができるんですが、それに似てるな。はい、ユナイトシティだったかな、ちょっとパッと出てこない。まあ字幕出しとこう、はい、編集の時に字幕出しときますね。はい、それに、ボールが主人公ということでね、日本語対応していませんが、まあ、まずプレイには支障をきたさないでしょう。はい、そして20日ネバーソングというゲームがリリースされました。非常に好評な、ね、評価がつけられています。アドベンチャーカジュアル RPG 物語良質さんとの雰囲気、シングルプレイ現実的感動的精神的恐怖みんななんか物語に関するものが つけられてるな。はい、プレイヤーは昏睡状態から目覚めたばかりの少年ピートとなり、怪しくそして意味深で偶話じみた夢の世界を舞台に、行方不明になった恋人や暴力的になってしまった大人たちの謎を解き明かしていくことになると。なんか面白そう。トーマス・ブラッシュ氏が公開したフラッシュゲームのコーマをベースにしており、キックスターターや開発は、ワンスアポン・ア・コーマといった名称で進められていたと。それがネバーソングになったってことか。はい、でもネバーソング、あ、ここに書いてあるのか、画像。はい、まあ雰囲気アドベンチャーアクションゲームの類ですね。最近こういう雰囲気アドベンチャーやってないな。ウェンジアとかね、クロノロジーとかね。はい、非常に好評の評価がつけられています。日本語対応していませんが大丈夫でしょう。オープンクリティック83と非常に高い、丁寧に作られてるんでしょうね、多分ね。なんかそんな感じしますよね、 PV 見た限りでも。はい、15% オフの1292円で28日まで購入できます。はい、どんどんいきましょう。続いて If Found というゲームが20日にリリースされましたね。はい、絆を探し求めることをテーマとしたビジュアルノベルと、温かみのある、手書き風イラストや、文字で書かれるシーンを消しゴムの形をしたポインターを操作して消していくことで物語を進行するという独特なゲームシステムと、
はい、消しゴムサイしっくりくる消しゴムのサイズが見つかれば物語への没入感が増すかもしれない。設定画面はいつでも開けるのでゲームを進めながら好みのサイズに調整すると良いだろうということで、こういうあのゲームってフローレンスか最近リリースされてたゲームとしてはもうそうですけども、すごいですね、あの海外の人が得意としている手法というかね、こういうゲームって面白ゲームだなこれ。はい、インターフェース字幕日本語あります。オープンクリティック84、めちゃくちゃ高い。はい、1320円。オープンクリティックってあれです、あれメタクリティックのユーザースコアと違って割とね、まあ、正確って言ったらあれですけど、あのユーザーの評価が反映されやすいですよね。オープンクリティックって84、メタクリティックより新しいんですよ。2015年か2016年に開設されたサイトなんですけど、でもオープンクリティックの方がなんか信頼できるような自分は気がしてます。でこのオープンクリティックってデフォルトの Steam サイトでは表示されないんですけど、オーガメンティティスチームという拡張機能を入れると、まあ、こういう、あ、これはまあ Steam データベースですけど、こういう、ですね、現在のプレイヤー数、プレイヤーデータと一緒に表示されるんですよ。なんで、オープンクリティック指標になるので、そのゲームがどういうものかっていうことの。はい、なんで、入れておくと便利かもしれませんね。もちろん、メタクリティックは出るんですけどね。はい、そして How long to beat といって、そのプレイクリアまでにどれぐらいの時間があるか、時間かかるかっていうことも表示してくれる、まあ、サイトがあるんですけど、そこからの引用とかもあるんで、はい、ぜひ、まあ、ちょっと話はそれましたが、そういうのツールも活用して、そのゲームがどういうものなのか測っていただければなと思います。はい、If found、購入すると1320円ですね。購入することができます。まあ、大型セールの時なんかに買うといいかもしれないですね。はい、そして、トータルタンクシュミレーターという新たなシュミュレーションゲームが出ました。これね、すごく話題になってるんですよ。うん、はい、直接操作も可能なユニットを配置して戦わせる第二次世界大戦バトルシュミレーションゲーム。第二次世界大戦に参戦した国の中から、イギリス、アメリカ、ポーランド、フランス、ドイツ、ソビエト連邦の6カ国が登場。サハラ砂漠や一面雪に閉ざされたシベリアなど、物理演算とローポリゴンなグラフィックで描かれた50種類以上のマップで配置されたユニット同士が戦う日繰り広げると、なんかめちゃくちゃ面白そうでしょね。505ゲームズですね。505ゲームズ。はい、アブズ。ブラッドステインド。デスストランディング。なんかをパブリッシングしている、ところなので、みんな多分注目してると思うんですけどね。はい、そこがパブリッシングしているゲームということで、クオリティは保証されております。はい、1000人以上の人が接続しています。インターフェース字幕日本語あります。28日まで 10% の1782円と2000円を切る値段で売っていますので、はい、こういうシミュレーションゲームね、面白そう、うん、これは面白そうだわ。はい、ぜひ購入を検討してみてください。そしてクルーシブルという、はい、Amazon ゲームズの言ってましたよね、無料、FPS 出ました。 PVP 専用です。はい、クルーシブルは、MOBA ヒーローシューター PVPVE、 つまりまあ、コンピューター対戦でもありますし、人対戦でもあるということですね。さまざまな要素を織り交ぜた3人称視点のゲームチーム対戦シューター。 FPS じゃないか、3人称視点か。はい、失礼しました。ハートオブザハイブスは4対4のゲーム戦闘。そしてアルファハンターズは2人1組最大8組が最後の生き残りになるまで戦う、まあ、バトロワー的な感じですよね。で、ハーベスターコマンドは8対8のチーム戦ということで、この3つのモードがあるということで大変面白そう。まあね、今ね PVP って競争率が高くて目の肥えたプレイヤーが多いので賛否両論とかになりやすいんですよね。評価が分かれやすい。うん、普通のシングルプレイのゲームと違って評価が分かれやすいんで、賛否両論というのは普通の評価だと思います。決して悪い評価ではないと思います。はい、1万人以上が遊んでます。
日本語対応されてないですけど大丈夫です大丈夫ですって何が大丈夫なのかっていう感じですが、はい、無料プレイが来てるんですが、まあ、あのスターターパック的なものが1520円で売れられていて、はいね、クオリティも高いですし、 Amazon ゲームズ、 Amazon が本気出したらちょっと怖いと思いますよ。潤沢な資金がありますからね、怖い。ここの企業はもう黒船的な感じだと思う。今後ね、Amazon ゲームズ注目ですよ。そういう意味ではあのニューワールドというシングルプレイのゲーム出ますしね、はい、8月26日に。 Amazon は怖いですよ、はい、繰り返しになりますが、お金持ってますからね。お金持ってる企業のやることってエピックゲームズもそうですし、まああのマイクロソフトの Xbox 系のゲームも今めちゃくちゃにあの Steam で出てますよね。怖い、 Amazon 怖いよ。はい、どうなるのかっていうとこですけどね。まだまあゲーム業界で言えばまあ新人だと思うんで、この、クルーシブルがどれだけ成功するかにかかってると思うんですけどね。楽しみですよね。楽しみな企業だわ。はい、そしてさっきも言いましたけど、リックジャーズのマージャンソリティ、ありがとうございます。いただきましてありがとうございます。はい、これはですね、10キャラクターが登場する、3ラウンド目をクリアするとキャラクターがさまざまな衣装に着替えてくれると、飛山のレイアウトは100種類以上で遊ぶためにシャッフルされ何度でも楽しめるということですね。はい、このゲーム、インターフェースもちろん日本語があります。28日まで 15% オフの253円で購入できますね。はい、ワンコインディーを今でもプレイしていれば結構絶対あの紹介しただろうなすいません、なくしてしまいました。はい、またちょっとどっかで復活したいな。あいなことは言えないな、やめとこう。ね、軽くは言えない。はい、21日タイムライというゲームがリリースされました。はい、非常に好評の評価がねつけられていますが、本作はゲーム内のメディアプレイヤーのような UI を操作することによって時間を制御し攻略していくパズルアドベンチャーゲーム。画面下部に表示されるメディアプレイヤーのシークバーのようなタイムラインを操作し、時間を過去に戻したり未来を見たりすることによって少女と猫が閉じ込められた世界の秘密を、解明し脱出を図るということですね。面白そうだな。読んでいるだけでなんか、すごい世界観。こういう世界観の、あの、あるゲームって結構あれかな、監視カメラの視点でやるステルスゲーム、あれなんだったっけ、なんとかパブリック、あれに似てるのかな。はい、何を言おうとしてたんだっけ。あ、そうそう、これ評価が分かれると思うんですよね。もう受け入れられない人は受け入れられないですしということで、はい、でも非常に高評価がつけられているということは多くの人々にこの世界観が受け入れられたっていうことですよね。はい、100人以上の人が、遊んでます。インターフェース日本語あります。28日まで1755。まあこれを見るとね、有名なタイトルも少ない感じしますけど、めちゃくちゃ多いですよこれ。215とかピークで遊んでるっていうので、フォローしてる人も1943いますし、こういうこれはもう成功と言ってもいいと思う。非常に高評の評価がつけられています。はい、その数字だけでは測ることができないそのゲームの良さって絶対ありますからね。はい、シャドウアリーナ、これもさっきの、クルーシーブルと一緒で賛否両論というのは評価がいいということです。うん、このバトロワ界、群雄割拠のバトロワ界にあって賛否両論はいい評価だと思います。はい、 PC オンライン RPG 黒い砂漠内の人気コンテンツ影の戦場がベースとなって開発が進められていた、同社の最新作と、オンラインで参加した40名のユーザーが熾烈な戦いを繰り広げ、最後の一人を目指す、接近型のアクションバトルロワイヤルで唯一の一人になるためにさまざまな心理戦戦略を組む奥深いゲームとなっているということで、ちょっと PV が出づらいな。はい、リリースされておりますね。はい、これね、結構水面下でアルファ版とかテストが繰り返されてたんですよね。
はい、そしてもう満を持して22日昨日かリリースされたっていうことなんで、もうアルファ版プレイしている人も含めて、黒い砂漠ね、人気の、MOVA なので、 MOVA じゃないか、MMO なので、はい、それのワンコーナーを切り取ったということでね、固定のユーザーもいると思うんでね、まあ、Steam の新規ユーザーも合わせて今盛り上がってますよね。クオリティは高いな。ただこれプレイ画面ではないですよね。ただここまで PV に力が入れられてるっていうのはかなりいいんじゃないですか。はい、無料プレイ来てます。日本語を対応しています。無料プレイなんですが、はい、10種の AU パッケージをアンロックできるの、7199円の、ダウンロードコンテンツが 20% オフになってますね今ね。はい、今始めてみたらいいんではないでしょうか。そして、22日、オブザベーションというか、オブザベーションかというゲームがリリースされました。オブザベーションか、はい、2026年の宇宙ステーションが舞台になっていて、突如として謎の事故が起き、エマ博士以外の人間が消えてしまったと。窮地に陥ったエマ博士は、AI であるサムを起動。プレイヤーはこのサムとなってエマ博士を導き、一体宇宙ステーションに何が起きたのかを解明していくことになると。面白そう。 SF 系好きな人だったらたまらないだろうな。でこれが、あ、 BFTA ウィナーゲームズなんだ。へー、賞を取ってますね。英国でね、開催されているゲームの、アワーズみたいな感じなんですけど。あ、しかもディベロバーデジタルパブリッシャーか。へー、ほぼ好評の評価がつけられていますね。はい、1000以上の評価が、人が遊んでます。インターフェース、日本語あります。50% オフの1285円で、29日まで、遊ぶことができます。はい、そして、昨日ですね、どんどん行きましょう。モンスタートレインというゲームが、リリースされました。これはですね、なんと圧倒的に好評の評価がつけられています。はい、凍りついてしまった地獄を走る1台の列車を舞台にした戦略カードゲーム、特徴は単性で死亡すればやり直し、挑戦ごとに展開が変わる、ローグライクジャンルの要素とそれぞれ別々に対応する必要がある3つに分かれたプレイフィールドと、5つのクランに分かれたカードが220種類以上と、特殊な効果を発揮するアーティファクトが88種類収録されている本作では、必然的に毎回異なるデッキや異なるゲーム展開となる。まあそうですよね。なるほどな。この異なるゲーム展開となるっていうのがもうクセモノですよね。だから毎回新鮮な感じでプレイできるので、結構評価がいいのかもしれないですね。グッドシェパードエンターテイメントってパブリッシング聞いたことないな、あんまり。グッドシェパードエンターテイメント、はい、8000人以上がプレイしていますね。日本語対応していませんが、29日まで 10% の2313円で購入できるということで、日本人がレビューしてますね。スレイジャースパイア系のゲームはいろいろやってきたが、これが一番好き。へえ、非常にテンポがよく操作も快適で、日本語はないが直感的にプレイできるので問題ないと。1回のプレイ時間は1時間かからないぐらい。へえ、はい、評価している人としていない人のレビューがあるので、これは参考になるかもしれないですね。スレイザースパイアもな、息が長いゲームだよな、カードゲームとして。はい、新たなゲーム、はい、圧倒的に好評の評価なので、ぜひプレイしてみてください。そして、ボスガードというゲーム、これはアリーナシューティングになるのかな。基本的なゲームシステムは、1人のプレイヤーが強力なボスとなり、最大5人のバイキングチームと戦うというもの。ユニークな特徴を持つ6種類のボスが登場し、それぞれ特別な能力を秘めた国際色豊かなバイキングたちとアリーナバトルを繰り広げると。あー、まあまあまあ、スマブラ的な感じなんですかね。5対1ボスバトル、 PVE もある、そして PVP もあるのかな。あ、ありますね。あ、でも PV、どうなんだろうな。シングルプレイもあるから、多分仲間内でできるんでしょうね。コープ系でもあるのかな。
うん、コーロップ系でもありますよね。はい、このゲームが、2050円で購入することができますね。日本語は対応していないのかな、言語サポートしていませんですね。はい、ぜひ購入を検討してみてください。そして、スペースヘイブン、ヘブンかというこ、ゲームがリリースされました。これもね、結構日本の売り上げ上位にも来てますよね。はい、宇宙船の設計建設から、クルーのマネジメント、宇宙船内での、白兵戦かな、宇宙船同士での砲撃戦、さらに家族海賊から、正義の味方まで幅広いロールプレイまで許容すると。宇宙船を主軸にしたゲームに期待する要素がこれでもかと詰め込まれているということで、はい、非常に好評の評価がつけられています。5000人以上が遊んでいて、インターフェース字幕日本語あり、29日まで 10% オフの2249円と決して高くない値段で、売られているアーリーアクセスのゲームですね。はい、チェックしましょう。そして、ゲーンレインという知る人ぞ知る、スマホを2回言ったけど、スマホがメインのゲームなのか、プレステコンシューマー版メインのゲームなのか。はい、プレイヤーはデススクワッドの中からロボットと人間のハーフアレックス、ロボットのサルマン、人間の、リーイングっていうのかな、リーインか、謎に包まれた、アッシー ASI の4人を操作し、それぞれ異なる理由でジーンレインを止めるべく戦うと。ゲームではキャラクターにより専用の武器が存在し、その他9種類の武器も登場。ストーリーを進めるとアップグレードが可能ということですね。デスティニーを思わせるような感じなのかな。まあすごくコンパクトに、すごく高クオリティにコンパクトにまとめられている FPS、TPS という感じですけどね。これがね、またね、リリースされているにもかかわらずね、どこの日本のサイト紹介してなかったんですよね。で、これゲームスパークさんの記事なんですけども、かなり昔の記事なんですよ。だからね、もうその追い切れないほど今良質のゲームが出てるんですよね。面白そうだな、これ買おうかな個人的に欲しいですね。うわ、オープンクリティック29、マジかよ。こういうのを見てしまうとちょっと躊躇するな。そんな低いんだ。5月29日 40% オフの732円で購入できるじゃん。なんでこんな低いの ?29 ってありえないよ嫌がらせぐらい低いよな、29って。これなんかの間違いじゃないか。多分評価が集まってないから、誰かのバッド評価がもろに反映されているっていうことしか考えられないですよね。29ってちょっと考えられないぞ、低すぎるぞ。そんな感じに見えないですもんね、29っていう感じには。はい、リリースされてます。そしてね、これビットサミットで自分私有したゲームがリリースされてたのかっていうことなんですけどね、シードハンターというゲーム。はい、これね、あの私有した限りではアクション部分しか遊べなかったんですけど、割とクオリティの高い、自分はね、これメトロイドバニア系かなと思ったんですけど、ローグライクだったんですねっていう感じですね。はい、ね、だからこう死んで多分道具とか持ち越せるのかな。そして毎回マップ構成が変わるのかなっていう感じですけどね。はい、懐かしいゲームだなと思ったんですよ、これ調べている時に。でこれも記事がないんですよね。はい、去年のビストサミットで使用できたやつと、ログライクになったんだ、書いてあるわ。アクション部分のもエフェクトが綺麗で爽快感があったと。私有だけだったので敵が少なかったが、多分改善されていると思うということでね、去年のビットサミットで私有できたんで、割とね、まだ全然完成してなかったんであれなんですけど、これ見る限りでは敵も豊富ですし、エフェクトも綺麗ですし、はい、ある程度クオリティは保証されているんではないでしょうか。はい、ぜひ遊んでほしいですね。日本語対応していませんが、アクションゲームなので、まあまあまあストーリーを厳密に追わない限りは大丈夫でしょう。シード、6月5日までね、30% オフの651円で購入できるということで、はい、
コロナで自宅にいる方を意識した値段設定になっているのではないでしょうかということで、はい、今週配信されたゲームをどうだったでしょうかね。もう過去最大って言っていいぐらいめちゃくちゃクオリティの高いインディーゲームたくさんリリースされましたけど、皆さん気になったゲームあったでしょうか。多分ね、全てどんな系 PC ゲーム好き、Steam ゲーム好きでもここまでね、たくさんのゲームがリリースされているということをチェックするっていうのは難しいんじゃないでしょうか。そんな時には、はい、このチャンネルのね、毎週土曜日やってるこの初めてのSteam最新情報をぜひご覧くださいね。今日も多分めちゃくちゃ時間長くなってると思いますが、はい、申し訳ないですが、はい、それだけリリースたくさんされているということなので、はい、皆さんも、気になる方は金欠だったら、ウィッシュリストに入れておいて大型セールなんかで購入してみてくださいね。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。長くなって申し訳ありません。まあでもそれもね、いいと思ってるんですよ最近。長くなっても、まあ、つまみ食いをして自分の興味のあるところだけ見ていただいたらいいですし、もう長くなる分にはもういいかなと、はい、もう視聴者に委ねようかなと思ってます。まあ自分としてはね、本当すべて取り上げたいと思ってるんで、目立たないゲームとかもフューチャーして、目立つようにできるだけしていきたいと思いますし、まあ、それが開発してね、 Steam に掲載してゲームをリリースしてくれた人たちへの敬意にもなると思うんで、どんどんもういくら時間が1時間近くになろうが、これからもこのスタイルを貫いていこうかなと思ってるので、視聴してくださる皆さんはまあまあね、適当にスライドをさせながらね、自分の気になるゲームだけをね、ピックアップして視聴してください。まあ売上トップもね、昨日も見ましたけど、スペースヘイブンであるとか、そうですね、ライブラリーオブルイナ、これは先週の金曜日に出たやつですが、リリースされましたが、そういう新作ゲームとかも上位に来てますよね。はい、定価に近い価格にもかかわらず購入して上位に来てるということは、それだけ日本人も愛されている新作ゲームということができるので、はい、トータルタンクシミュレーターなんかも上位に来てますしね、はい、オブザーベーションという SF 系のゲームも来てますし、ということで、はい、こういう売上トップの中から、良質のインディーゲームを発掘してぜひ、遊んでみてくださいということで、今日明日多分仕事休み、学校はもうずっと休みなのかな、だと思いますので、 Steam ゲームともに楽しみましょう。ユーロでした。また来週の金曜日、 Steam のセール無料情報、週刊 Steam 通信聞いていただければ嬉しいです。そしてこの動画が良かったらグッドクリックもお願いします。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。